まこなこです。今回はキャスルオブアルケミス錬金術師の披露みたいなタイトルやっていきたいと思います。では行きましょうか。基本タワーディフェンスになってるようなので、まあ、個人的にタワーディフェンス好きなので早速やっていこうかなと思います。まあ、細かいこういうストーリー的なものはあまりよくわかりませんけれども、どうやらこの城があって、そこになんか侵入者が来るのかな。で、多分自らが錬金術師側だと思うんだけれども、あそこら辺、あ、違うな、なんか閉じ込められて、で城に入ったものとは連絡が取れなくなる。多分それを救うじゃなかったっけかな。あまり細かくね内容分かってませんけど、これ錬金術師がいる。ベラトール・ディ・アルケミアを見つけて回収する。さて、変異サイクルはまだ完全ではありません。しかし彼を目覚めさせるしかありません。彼こそが城を奪還する唯一の希望。まあ、この人が多分自らになるのかな。さて、今ここに真ん中いるけど、どうだ？うん、なんか装備やってんね。今音楽鳴らないのはもともと何か音が用意されてるわけではない。 WASD、 うん、動いて、なんか下の方これ動いてるね。今関係ないか。で、まあその後のチュートリアルが、移動すればスペースで、あ、なるほどね、高速移動、連続でも、あ、連続ではできない。右下の緑色のゲージを使う。で、あ、こういうとこジャンプで飛べる。違う、ここになんか装置があるんで、どうすればいい？え、なんか飛べたな。うん、特にこの上の装置は関係ないか。D とスペース。あ、なるほどね。こっち側行けってことか。で、E で開ける。違う、開けるじゃない？ E はなんだ今。なんか変な、うおーってなったけど。まあ、なんか、やるか何か、号令みたいな感じだと思うけど。で、S、Q、Q はなんだ？あ、弾放つ。でもあれなんだよね、この、右側向いちゃうんだよね、撃とうとすると。まあ、常に右側向くのか。タブ、武器持ち替え。武器持ち替えた後の攻撃が、どうするのかわかんないけど。これ結構複雑だね。タワーディフェンスなんだけど、ある程度その動作を必要とするタイプなので。あ、で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 、マウスの左で攻撃。右は何だろうな。まあだから結構。あ、なんか今書いてあったけど、なんか拾ってんのかな。ちょっとわかんないけど、なんか左でも何かやるっぽい。これさ、常にさ、右側向いてしまうのは何なんだろう。まあ、常にこっち側から攻撃しろってことかもしれないけど。で、そろそろ前行きたいんだけど。うん、ゲージ、あ、1と2とか書いてあるけど、なんか投げた。下の方にある数字があるけど。あれか、なんか、コントローラー悪さしてるか？そういうわけでもない。まあいい、行きましょう。あそこお任せでいいのかな。おっと。閉じて。まあ、チュートリアルおしまいとかそんな感じか。うん、司令室。基地への退却を確保するにはこの陣地を守らなくてはいけない。ここを通過する敵は15体。これらは利用可能な資源です。左下500がそうか。成功率に応じてウェーブごとに補充されます。で、これら下は構築できる防御構造。タワーディフェンスのタワーってことでね。左シフトを押し続けると販売モードに入れます。ああ、それを売ることができるってことか。一旦消すことができるっていうことだと思う。像の上、像の上にある塔のボタンをクリックすると、このように高い位置に強力な塔を、塔というかまあ何かしら。タワーでね。まあ、タワーをそのまま塔と訳したからよくわかんなくなってるけど。何かしら武器を装備できる。ここの情報パネルで、右側の情報パネルで、敵の種類とかがわかる。
小さな地図、右上のことか。ウェブを開始する準備ができたら、ここをクリックしてください。ここってのは、ウェブね、ネクストウェブね、左下。頑張って。うん、適当だね。さて、自らはどうする？うん、これ今置けるんだけど、どうしよう。このすぐそばで終わらせるか。まあ、普通に考えてこんな感じだと思うけど。で、1の方は？これブロック？単なるブロックか。こういうの早めにやるか、それとも。まあ、敵のルートもわかってるんで。え、こっち、ちょっと待って、右側ルート？あれ？ちょっと待って、上来るんじゃないの？終わってしまった。で、シフトをしながら、これ売却か、お金みたいなマークがある。こんな感じ？なんか上も来そうだから怖いけど、で、塔のところ、ここを押すと、カタパルトタワー、お金がない。左側とか解放されてない。いや、これ上素通りさせていいのかどうかがわからないけど、普通に考えたらなんか上もね、多分いらないでしょ。信じていいのか？これ、まあ別のウェーブ来る可能性あるから、まあそこの対応が必要かもしれない。ちょっとこれでやってみましょうか。他できそうなことはないよね。敵。うん。剣士。弱点とかもある。なんかこれちょっとルート変わってない？え、ちょっと待って、何これ。変わってんだけど、ルートが。え、で、こっち側売りたい。あ、まあ、となると、ルート、多少なりとも、塞がないとダメか？これで敵どう来るか。あ、なんか止まった。様子見ましょう。ここら辺は合っている。これ壊すんじゃない？え、ちょっと待って手通りされてんだけど。ちゃんとくっつけましょう。うん、これぐらいくっつけないと。あ、違う違う違う、ついついなんか複数作ろうとするとシフト押しちゃうから。お金ないんじゃない？35使う。ちょっとこれで行ってみましょうか。ネクストウェーブ。今装備やって。あ、銃撃てるね。できれば自分はこのタワーディフェンスは、ちゃんとタワーを作って。いや、これ、あれなんでね、左側撃てないんだけど。あ、敵来たら勝手に抜くかな。そういうわけでもない。ちょっと、早くも抜かれてんだけど。ちょっとこのゲーム難しいあれ？思ってたゲームと違うぞ。いや、多分まだ何かあるはず。あ、なんか戻ってきた？ちょ待っていやいや、こんな難しいタワーディフェンスある？初手でこんなに長押し。え、こんな初手敗北するゲームなんてそうそうないと思うけどな。ではもう一回行きましょうか。ちょっとまだ操作とかもおぼつかないのと、他にも何かあるんでね。あ、うおーってのは今なんか起こったようなもので。あー、なんかすごい強いの。なんか攻撃する向きでもなんか左側向いてるな。押しっぱなしも大丈夫。あ、なんか今回簡単になってる。あれか、ちゃんとバリケードやってしまった方がいいのかな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、痛い痛い痛い。あ、この間。あ、なんか倒したっぽい？自分、あ、これ、ちょっと。置けないのか、これは。これ何これ何これ。あ、スペース押す？あ、なるほどね。3、2、1、ちょっと待って。
ちゃんとバリケードやった方がいい可能性はある。では、3度目の正直いきましょう。この打つ向きを、なんか変な風になるんでね。左側にどうやって打つんだろう。まあ、ここ。あ、まあまあ、なんとかここにいることによって、なんとかなってるけど、ダメージ受けてる。ちょっと、うん、まあまあ、自分結構こう動かないとダメなのかもね、ちゃんとね。どうしても自分の場合は止まっていたいっていうね、考えがあるんで。で、敵が剣振った時に、ちょっと、なんかできる？まあまあ、でも全部抜かれてもなんとか耐え切った。これなんだろうな。今、応急処置やってる。で、うん、時間1分。勝利になった。なんかいろんなポイントもらえてるね。続く。いや、これ難しいじゃん。もう一回チュートリアルやらないとダメかもしれない。おかえりなさい、司令官。私たちの部隊は。うんぬんかんぬん。作戦基地を設営した。この最初に1が入ってるの何なんだろう。うん。司令官、準備ができた時にお知らせください。次のステップを選ぶことができます。武器庫、上の方武器庫、お会いしたいと言っている。見に行くことをお勧めする。うん、だからこの1話なんだろ最初。なんかゲーム中のね、本来の案内が普通に出てるようなね、開発の中でやる案内みたいなものが。私あなたの変異サイクルを担当する。多分自分が強くなるんでしょう。なんか多分スキルツリー的なものだと思うけど。変異を確認することができる。で、武器庫の方で戦闘装備。下、重さ、制限がある。なるほどね。残念ながら一時的に実験装置を作成できる人がいません。必要なスキルを持つ人を救出する。なるほどね。それで、どんどんと、アップグレードできるってことか。うん。これ、あれなんでね、ちゃんと日本語なってるんでね。それだけでもすごいと思う。うん。レベルを選択し、それに関する情報を表示できる。当面の間、アクセスは、うんぬんかんぬん。トラップ右側設定とか、トラップロードアウトとか、何かしら、装備整えられるようになってる。さて、ちょっといろいろありすぎてわからないけど、設定とかはやっておこうかと思います。さて、戻ってこの画面で、なんかいろいろあるね。ここで今は変異はできないってことだよね。レベル5変異とかいろいろとあるけど、クリックしても反応しないので、やはり人をどっかで見つけてこないとダメなのかも。で、ここも今のところ設定できそうにないので、何か反応するかというと反応しない。ここら辺、なんかスキル、狙った範囲に直線上の強力な爆発を起こすとか、また、体力の回復、E で体力の回復ね。行きましょうか。さて、次ぐらいはまともに行きたいけど、今度はここで何かをする。で、敵、どういう感じでやってくるか、案内、あ、こっちがね。守るべき場所がね、思っていた場所と違うようなこともあるから。で、バリスタみたいなものは今回作れない。となると、軒並みこれでやっていく必要がある。ああ、ああ、こうでいいんじゃないの？ここに自分入ってしまってみたいな感じで。バリスタないよね？で、お金もない。うん、この辺り、もう一個ぐらいは上の方に置いといて。これで、この人、まあ、こっちが来ないからね、敵がね。
とりあえずこれで行ってみましょう。あ、これ押しっぱなしで、なるほどね。左クリック押しっぱなしで、あ、大丈夫か。弾貫通しないかと思った。左クリック押しっぱなしで、で、その後にこの、場所指定というか。あ、いたいたいた、いたいた、いたいた。上押せば、上の方狙ってくれるとか。あー、ちょっと待って、早くも。体力回復とかいろいろあったんだけどな。ちょっと左側。あー、でも風的にはなんとかなりそうな感じ？あ、ちょっと、忘れてた。動かさないと。あ、これならば自分、こういうところ行って、こういうところに少しでも敵を長くいさせるみたいな戦い方がいいような気がする。あー、上行かないで欲しかった。まあ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 、なんとなく分かったね。だんだんと分かってきたんで。そうなると、こんな感じがいいんじゃないの？一番。で、前の方で戦う。ちゃんと回復しないとね。うん、ここで敵、ちょっとこの攻撃させて、食らってるけど、なかなか弾放つのが遅かったりする。多分今、HP 回復。ちょっと前の方行って、多少はいいでしょ、もう、抜かれでも。まあ多分アップグレードすることによって、今後も楽になると思うんで。うん、この一直線攻撃、今の強かった。これ、再使用できるのかな？あれなんじゃない？もう分かったんじゃない？これ。いろいろと。分かってしまったか？ついに。うん。うん。悪くないね。悪くないね。あー、あれ再使用できないか。これ、ポイントさ、途中では獲得できないのかな。分かった分かった、ようやく分かったわ。ちゃんと自分動かさないとダメだ。んで空振りさせて、その間に下のトゲでダメージを与える。 できれば自分はこちら側に戻りたいが、まあいいでしょう。1,2,3,4,5,6,7,8、これでおしまいであるならば、ウェーブがね。うん、無事クリア。ついに分かってしまったかって感じだけど。続く。あともう一個ぐらいは行きたいと思ったけど、これ同じ場所にまた出てくる。で、なんか少しかわすかのような。で、どうするか。もう前の方行けないんで。伸ばしていくぐらいしか。で、要所要所で。あー、足らんない。要所要所でバリケード作って。あ、これ一直線行ってくれるね。35ポイント必要。行きましょう。となると、あとはいつのタイミングで必殺技みたいなものを使うか。あんまり早いうちに使うわけにはいかないけど。いや、もう使いたくなってんだけど。いや、よくない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 。はい、一直線。だけど倒しきれてない。あれ、これ一発か。ショットガンちゃんと接射すれば。まあ、硬いのもいるし、そうでもないのもいるから。これ良くないね。良くないパターン。飲んで。何これ何これ。あー、失敗になった。ちょっと待って、これ交代してなんかポイント使ってアップグレードしないときついんじゃないの？どんなもんだろう。何か今、これ開いてる、半開き。なんかアップグレードできない？そろそろアップグレードできないと、もうここでゲーム終了になるんだけど。自分の場合は。特になんかできそうなものはない。
で、一方、武器庫、まあ、スキルポイント今ゼロって書いてあったね。これなんだ？すべてとか解体とか書いてあるけど。で、何か手に入れてるわけではないので、遠隔とか。ここら辺、そもそも右側がないって話にならない。ああ、トラップ、フラスコ。この辺りのなんか武器もちゃんと使わないとダメっぽいね。感染。操作がおぼつかないんで。とりあえず、ここで他にできそうなことは何もない。まだまだ解放できそうな要素もね、たくさんあるけど。行きましょう、もう一回。この1と2を使わないとダメだったかも。数字の。いやー、これ操作結構大変だと思うけどな。なんかルート変わった？さっきと。ここら辺塞いどいて、行きましょうか。ショットガンどうなんだろう。貫通性能はないのかな。1今使った。2爆弾置いた。なるほどね、そういう技もある。リロードみたいなものもあるんで、あ、今回なんかうまくいってんじゃない？ここいい感じに、多分どういうタイミングでリロードとかやってるかよく分かってないけど、あ、投げちゃった。リロードタイミングとかはちょっと知りたい。一回押せばリロードになるのかな。はい。いい感じじゃない？で、この技を使う際に何を、あ、敵が来てた。いい感じにいけたんだけど、ここで、まあ、ウェーバー2あって、まあ、時間でコンボゲージとかあって、さまざまな多分実績達成的なものもあるんでしょう。どうするかな。このまま下がっていくべきか、敵の動きちょっと見といて。いや、もうこうするぐらいしかないと思うけどな。ポイント使い切った。ああ、ここでなんかちょっとブレそうな気配あったね。1個。外して。もう1個外さないとダメか。こんな感じかな？いきましょう。さて、投げておく、使っておく。まだまだ先あるから、ここで頑張る必要性ないけど。いったんじゃない？素晴らしい。早め早めに使うようにしましょう。素晴らしいんじゃないの？これ。もう分かっちゃったか？早くももうゲームクリアしたかのような。で、敵のウェーブこれどうなんだろう？もうおしまいなのかな？おしまいであるならば、必殺技みたいなものを使ってしまいたい気がする。
あ、ようやくわかった。最初やった時どうしたものかと思ったけど、どれぐらいの速度で再度利用可能になってんだろう。なんか一回使ったらもう出てこないとかそんなことないよね。なんかそんな感じでね。あ、そうでもないか。でもすごい間隔が長い。操作苦手な人はちょっと難しいかもね、このあたり。自分も PC のゲームそこまでやってないからなかなか難しいけど、操作がマウスでこのカーソル動かして敵に照準合わせるとかね。圧勝の勝利。でももう一個なんかありそうだね。何か天井ダーツトラップ、それが追加された。で続く、トラップマスターのウズルヤンがうんぬんかんぬん、今救出したのかな、ウズルヤンという人で、これによって、うん、マスターウズルヤンの、ウズルヤンじゃないわ、ウズレネンか、難しいね、ウズレネン、うん、アトリアが稼働中、彼女はフィールドで使用する最新のトラップの作成に関してお話ししたいと考えてます。うん、立って、ああ、なんか微妙な顔だね。うん、ここで多分1個追加されたんでしょう。トラップ、トラップは全てここに表示される。エリアをクリアすればするほど新しいトラップを作成するための資源と設計図が増えます。装備式に追加するトラップを選択する。場内での移動が制限されているため一度に8個のトラップ、まあ、下にあるか、枠があるけど、さまざまなバージョンがある。ここにバージョンが表示されるのかな？アップグレードとかもあるようになってるんで。うん。とりあえず任務を終えないと新しいものは出てこない。トラップを押すと、で、これを、こうして、ここに入る。他のも何か、うん。評価するか何かで、増える気配がある。さて一方、なんかポイント貯まったはずなんだけど、ポイント使って何かできない？うん、散弾銃、爆破ハンマー。あ、武器の切り替えもそういえばあったと思うけど、爆破ハンマー使えば、案外、何度かなった可能性もあったね。というわけで、これ戻って、ヘンミの方は、アトリエ。アトリエこの人。もう一個武器庫。ヘンミ。うん、どっか色変わってる場所。あ、なんか、ポイント1ポイントあるんで、アップグレードできそうなので、ちょっと選んでおきます。さて、パッと見どれがいいのかわからないけど、まあ、クリティカル率上げて敵を倒しやすくしようかなと。もう一個気になったのは、この、HP を敵倒す、これ3体3秒以内に敵3体倒すと15秒ごとに 10% 回復も面白そうだと思ったけど、ここ選ばないとダメか？あ、そうっぽいね。というわけで、じゃあ次回はこの溶岩の通路やっていきたいと思います。もしちょっと興味ありましたらチャンネル登録して今後の動画もご覧いただけたら幸いです。タワーディフェンス他にもたくさんやってますので、そちらの方の動画も再生リストからご覧ください。ではでは。